どうも皆さんこんにちは。今日はニコン D750 と富士フィルム XT2 の色対決ということで、たくさんのサンプル写真を撮ってきたので、それらを見比べていこうと思います。富士フィルムのカメラが出す色は美しいっていうような定評があるので、実際どうなのかなっていうふうに気になっている方も多いんじゃないかなと思います。私のところにも色の違いを見てみたいっていうリクエストが何個かありました。私も富士フィルムの色は綺麗だなと思って XT2 を買ったんですが、今回みたいに色だけに注目をして D750 と比較したことっていうのはなかったので、今回結構比較していて楽しかったです。まずは先入観なしにサンプル写真をご覧いただいて、その後私が個人的に感じたことをお話ししていこうと思います。ご覧いただく前にカメラの設定についてお話ししておきます。カメラとレンズの組み合わせはご覧の通りです。ご覧いただく画像は JPEG で撮ったもので、 D750 のピクチャーコントロールはスタンダード、 XT2 のフィルムシミュレーションはプロビアスタンダードで撮りました。ホワイトバランスは後になって晴天で統一しておけばよかったなと思ってちょっと後悔したんですけれども、撮影時の設定はオートでした。ちなみに撮影当日のお天気は曇り時々晴れっていう感じでした。それからカメラは手持ちで撮影をしたので、比較写真といえどもちょっとね、微妙にアングルが違っていたりします。とりあえずたくさんの色をたくさんの枚数撮ってこようという企画なので、今回もまた写真に芸術性とかは全然ないので、そこのところはご容赦願います。今回結構たくさんの枚数があるので、少しテンポ早めに進めていきます。もう少しじっくり見たいという方はちょっとめんどくさいんですけれども、動画をちょこちょこと止めていただいてご覧いただけたらなと思います。写真を次々と見ていくとちょっとね、他の要素も気になってくるとは思うんですが、とりあえず今回は色にフォーカスしてご覧ください。それでは見ていきましょう。
さて今ご覧いただいて皆さんどう思われたでしょうか。私個人の感想はというと、今まで使ってきてもう少し差があったように思っていたんですけれども、こうやって目の前で見比べてみると、そこまで思っていたほどの差はなかったなというのが率直な感想です。まあよくよく見てみると XT2 の方が色が鮮やかかなっていうような気はします。まあ、ほんのちょっとなんですけどね。緑の葉っぱなんかは結構色に差があるように感じました。これあと葉っぱではないんですけれども、この緑結構大きな差がありますよね。でさっきちょっと私 XT2 の方が色が鮮やかだって言ったんですけれども、これはまたちょっと逆な感じで D750 の方が色が鮮やかかなと思います。そして次、赤の色味です。赤の色はどちらかというと D750 の方がほんの少し黄色がかったような印象で、 XT2 の方が少し青みがかったような印象という感じがあります。と言っても、この写真の場合、電柱の模様の赤い部分、これは XT2 の方がやや黄色がかったような印象です。そして全体の色も D750 の方が鮮やかに見えます。それからちょっと夕方になってきて、太陽の光がオレンジ色っぽくなってきてからは、そのオレンジ色っぽい光を再現しているのは XT2 かなと思いました。ホワイトバランスできちんと調節をすれば違うのかもしれないんですが、とりあえず今回オートホワイトバランスで撮ったので、こういう結果になりました。でこんな風に言っていてもちょっと違う反応が出ている写真もあって、これ同じ夕方なんですけれども XT2 の方がちょっと青みがかった感じになっていますよね。今ご覧いただいたような写真っていうのは、ホワイトバランスやコントラスト、シャドウなど基本的なところを後から少しちょこっと変えるだけで同じような雰囲気になるんじゃないかなと思います。 JPEG でも少しだけこの程度手を入れるぐらいなら画像の劣化もそんなにないんじゃないかなと思います。ではロー現像をした場合はどうなるかというと、こちらロー現像して2枚とも同じような雰囲気に仕上げてみたものです。こうやって見ているとどちらがどちらで撮った写真かわからないぐらいよく似てないですか。富士フィルムの機材を選ぶ方っていうのは JPEG の取って出しの色を見たいという方が多いんじゃないかなと思うので、今回はこのローの話はこの辺でさらっと流しておきます。私の場合は仕上がりにちょっと自分のテイストを入れたいということで、最近は JPEG をそのまま取って出しで使うっていうことはまずないです。 D750 で撮った写真っていうのはもうローでしか撮っていなくって、ロー現像を1からしていくんですけれども、 XT2 で撮った写真っていうのはローと JPEG と両方撮ってあって、最近はその JPEG で撮った方に少し手を加えて仕上げていくっていうのが気に入っているやり方です。それからちょっと前にもお話ししたんですが、私写真を撮っているのと同じぐらい現像している時間が楽しいんですよ。この現像がねすごく面倒くさくて嫌いだっていう方もいらっしゃると思うんですが、すごく楽しいと思うこともあるかと思うので、まだやったことがない方はぜひ一回試してみてください。というわけで今回はこんな感じで色のテストをやってみました。まあでもね、皆さんが見ているスクリーンの環境と私が見ているスクリーンの環境が全く違うものだと思うので、同じ色を見ているとはちょっと思いにくいんですよ。というわけで今回も参考資料程度に捉えておいてください。それから D750XT2 で撮った写真は私のインスタグラムの方にも載せてありますので、よかったらそちらをご覧ください。それでは今回はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。